ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ふんふふん。鼻歌なんて歌って上機嫌だな。何を聞いてるんだ？モーツァルトよ。ほう、霊夢がクラシックなんて珍しいな。良さがわかるのか？ふふん、結構詳しいわよ。モーツァルトの作品はほとんどが長調で、装飾音の多い軽快で優美な曲が多いわ。これは当時の音楽の流行を反映したもので、ロココ様式あるいはギャラント様式と呼ばれるわよ。このウィキペディア感。失礼ね。じゃあ豆知識も教えてあげるわ。彼が主に使用していたピアノの鍵盤が沈む深さは、現代のピアノの約半分であり、非常に軽快に演奏できるものであったことが、その作風にも影響を与えたらしいわよ。せめて引用の14は消せよな。コピペ下手くそか。く、バレたか。でも息を読んでたら、奥さんのために書いた曲もあるみたいね。こんなにすごい人の奥さんになる人って、どんな人なのかしら。実はモーツァルトの妻は悪妻として有名なんだぞ。そうなの？なんか愛されてるっぽいのに。西洋の偉人たちの妻には、悪妻と呼ばれる女性たちがいるんだ。ということで、今日は、世界三大悪妻と呼ばれる3人の女性を紹介しようと思うぜ。朝鮮王朝の鬼嫁たちはこの間紹介してくれたけど、今回は西洋の悪妻ね。なんだか凄そうで楽しみだわ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。まず紹介するのはクサンティッペだ。彼女は哲学の大偉人、ソクラテスの妻だぜ。西洋の悪妻と聞けば真っ先に思い浮かぶ、悪妻の代名詞として有名だぞ。そんなに？英語でクサンティッペは、口やかましい女性、口の悪いガミガミ女のことを表す単語として使われているほどだ。本当に名詞として使われてる。彼女の生い立ちなどの詳細は不明だが、ソクラテスと結婚した時の年齢についてはある程度推測することができる。ソクラテスが死刑判決を受け70歳で亡くなった時、二人の間には成人した子供と二人の幼児がいたとされているんだ。当時の男性の成人年齢は18歳であり、その一方で少なくとも一人の息子は、母親であるクサンティッペの胸に抱かれていたとされている。なので、三人の子供の年齢層の幅は最低でも15歳以上ということになるな。かなり幅広いわね。若くして最初の子を産んだってことかしら。そうだな。彼女が16歳の時に長子を設け、さらにその後もう一人の子供を産んだ後、31歳の時に末子を設けたと考えれば、ある程度辻褄が合うぜ。ありえないことじゃないわね。そうなると、ソクラテスは70歳で亡くなっていて、その時末っ子が幼児だから。クサンティッペは33歳くらいだろうな。例えば彼女が15歳で結婚したと考えると、その時ソクラテスは52歳であり、二人は37歳の年の差婚だったと考えられる。ぴったり37歳ではないかもしれないが、子供の年齢から考えると、少なくとも30から40歳くらいは年が離れていただろう。そんなに？親子くらい離れてるじゃない。それって当時は普通だったの？いや、15歳前後で30代くらいの年長の男性と結婚することが通例だったらしい。だから当時のギリシア社会の慣習と照らし合わせても、かなり異質の年の差婚だな。そうなんだ。おじさんはおじさんでもかっこよかったら私は全然いいけどね。霊夢は昔よりも今の竹野内豊が好きだもんな。しかし残念ながらソクラテスの容貌は、背が低く小太りで、普通より眼球が前に突出した出目で、平たく小鼻の膨らんだ大きな獅子鼻だったと伝わっているぜ。お世辞にも美男子とは言えない人物だったと思うぞ。展示で、何様だ。だが彼女もおそらくは親の言いつけに従っただけで、本人が望んだものではなかっただろうな。それもあって、二人の結婚生活はバラ色とはいかなかったようだ。彼女は何か嫌なことがあればソクラテスに当たり散らしたらしく、ある時は亀に入っていた水を彼の頭にぶっかけて家から追い出すほどの仕打ちをしたらしいぜ。あんなに高名な哲学者にそんな野良猫みたいな仕打ちを。しかしソクラテスは平然と雷の後に雨はつきものだと語ったそうだ。煽り耐性高いわねこのおじさん。彼女の悪妻っぷりはソクラテスの言葉とともに伝わっていることが多いんだ。ある時彼は、セミは幸せだ、なぜなら物を言わない妻がいるから、と言ったとか。セミを羨ましがるレベルってすごいわね。別れるとかは考えなかったのかしら。本人も、そんなにひどい妻なら別れたらいいじゃないか、と言われたそうだ。しかしそれに対して彼が言った極めつきの言葉は、この人とうまくやっていけるようなら、他の誰とでもうまくやっていけるだろうから、だったぜ。すっごいポジティブ。また結婚について、ぜひ結婚しなさい。良い妻を持てば幸せになれる。悪い妻を持てば私のように哲学者になれる。といったセリフも有名だ。どんだけおっさんネタあるのよ。刑事コロンボか。一回も登場しない幻のうちの神さんだな。
ただし周りから見ても本当にひどい悪妻だったようで、弟子のプラトンは著書パイドンの中で、クサンティッペは妻としても母としても何ら貢献をしなかった、と酷評しているぞ。弟子に言われちゃうって相当ね。どうして彼女はそんなにひどい妻になっちゃったのかしら？ソクラテスがブサイクだから？お前は本当にルッキズムの塊だな。見た目というかソクラテスの性格や生き方が問題だったのかもしれないぜ。現代ではソクラテスが悪夫だったのではないか、という見方もあるんだ。逆に？ああ、ソクラテスは普段の生活と仕事内容について、私は今もなお真意のままに歩き回って、当てない市民であれ、またよそ者であれ、卑しくも賢者と思われるものを見つければ捕まえて、このことについて探求し、真実を明らかにしているのである。またこの仕事があるがゆえに、私はくじにおいても指示においても、言うに足るほどの成果を上げる暇もなく、神への奉仕の事業のために極貧のうちに生活しているのである、と語っているぞ。かっこよさげな表現じゃない、まさに哲学者って感じだわ。確かに弟子が描く理想的な鉄人ソクラテス像には合致するかもしれないが、当時の他の資料には、まともに働かず、日がない一日おしゃべりに明け暮れる悪夫としてのソクラテス像も存在するそうだ。確かに、そう言われるとそうだわ。だろ？彼の信念を知らなければ、彼は街中で議論を繰り広げたり、井戸端会議のようなことをしたり、居酒屋で管を巻いている、無職のプー太郎のように見えたことだろう。ひどい言われようだけど、行動だけを見るとそうね。これを哲学者って呼べるなら、私がいつも公園で喋るおじさんも哲学者なのかもと思えてきたわ。スーツ着てるのに一日中ブランコに座ってるのよね。ちょっとそれは触れちゃいけない感じがするぞ。深淵に覗かれちゃいそうよね。それは別の哲学者の言葉な。でも確かに、十分な収入があって家計が豊かだったら、奥さんもそんなにガミガミ言わなかったかもしれないって思えるわね。家計が苦しければ、何か定職について欲しいと願うのは妻として当然だもんな。クサンティッペは実際気性が荒い悪妻だったかもしれないが、そういう意味では同情すべき点も多いかもしれないぞ。本当ね、それにさっきのソクラテスの言葉を見ると、意外に二人はうまくやっていたんじゃないかと思えるわ。そうだな。ソクラテスのぜひ結婚しなさいも、ただの自虐だけではないだろう。悪妻を持てば哲学者になれる、という名言を残している通り、悪妻を持ったからこそ哲学者として大成したのかもしれないな。クサンティッペは悪妻の代名詞でありつつ、哲学者ソクラテスを作った重要な人物だったのね。次に紹介するのはコンスタンツェだ。偉大な作曲家であるモーツァルトの妻だが、彼女は電気やいろいろな人の情報によると、とんでもない浪費家だったそうだ。モーツァルトがたくさん稼いでいたんでしょうね。ついつい調子に乗って使いすぎちゃったのかしら。ちょっと贅沢をしすぎたくらいならいいが、彼女の浪費のせいでモーツァルトは生活に困るようになり、早くして亡くなってしまったと言われているぞ。そんなに使い込んでたの？まずは老いたちやモーツァルトとの出会いを見ていこう。彼女は音楽一家に生まれ、彼女自身もソプラノ歌手だったんだ。結構お嬢様だったのかしら。良家ではあったんだろうな。また彼女にはアロイジアという姉がいたんだが、実はモーツァルトはこの姉に夢中だったんだ。しかしモーツァルトの父、レオポルトが反対したほか、アロイジアにもプロポーズを受け入れてもらえず失恋した。さらにアロイジアは俳優で画家のヨーゼフ・ランゲと結婚してしまったという。あらー、大失恋ね。それを妹のコンスタンツェが慰めたのかしら？というか、母親がそこに目をつけたんだ。美人でもないし、歌もそんなに上手くない事情を心配していた母親は、モーツァルトに、コンスタンツェにもいいところはあるのよ。だから一緒になってやってくださらない？と持ちかけたらしいぜ。したたかなお母さんね。また母親はモーツァルトに、3年以内にコンスタンツェと結婚しない場合は、違約金を支払うこと、という契約書まで書かせようとしたぞ。全力すぎる、それは逆に逃げたくなるんじゃないの？意外にもモーツァルトは心よくサインしたそうだが、コンスタンツェが二人の中にこんな契約書は不要だと破り捨てたらしいぜ。過激。ってことは、彼女はモーツァルトが好きだったのかしら？もしかすると、姉目当てで家へ来ていたモーツァルトのことを、密かに思っていたのかもしれないな。またモーツァルトも父レオポルトに、コンスタンツェを深く愛していると書いた手紙を送って、父の反対を押し切って結婚したというから、二人は惹かれ合っていったんじゃないかと思うぞ。なんか甘酸っぱくていいわね。ソクラテスの時とは違って愛し合ってる感じがあるわ。だがどんなにラブラブなカップルでも、結婚生活がうまくいくかというと別だ。彼女はモーツァルトの稼いだ金で豪遊三昧だったらしい。また晩年の数年間は彼の収入が減っていたそうだが、彼女の浪費癖は治らなかったと言われているぞ。
そのためモーツァルトは生活に困り、知人に借金を頼む手紙を送っていたそうだ。一度贅沢を知ると、生活レベルを落とすことができないとは言うわよね。でもどうして収入が減っちゃったのかしら？高級な仕事に恵まれなかったことが主な原因だが、彼の才能に恐れをなした宮廷楽長、アントニオ・サリエリらのイタリア音楽貴族たちが、裏で彼の演奏会を妨害したため、収入が激減したとする説もあるぜ。妨害とかあったのね、怖いわ。そしてモーツァルトは、貧困にあえぎながら病で亡くなってしまった。またコンスタンツェは、彼の死後に取ったいくつかの行動のせいで、ますます悪妻と言われるようになったぞ。亡くなった後にも？一体何をしたの？彼女はモーツァルトのためにろくな葬式も挙げず、自身も欠席したらしい。また彼のために墓を作ることもなく、遺体を共同墓地に葬った。さらには彼の残した直筆譜を、楽譜出版社に売りさばいて巨万の富を成した上に、今度はデンマークの外交官と再婚し、やがて宮廷顧問官夫人とさえ名乗るまでに至ったぜ。ひえー、夫の埋葬にはお金をかけないで、むしろ遺品で稼いだなんて、本当に愛があったのか疑わしい行動だわ。そのせいで彼の遺体は永久に行方不明になってしまったし、遺産もほとんど残っていない。また生前仲の悪かったシュート、つまりモーツァルトの父親であるレオポルトの墓所を乗っ取り、そこに再婚相手と自分の墓を建てたそうだ。自分たちの墓はしっかり建ててる、しかも乗っ取りってめちゃくちゃだわ。さすがにこれは擁護のしようがない悪妻ね。いや、例によって違う見解もあるぞ。浪費癖は本当だったようだが、これは彼女だけのことではない。モーツァルト自身もかなりの浪費家だったようだ。しかもそれらは収入に見合った分の支出だったとする見方もあるぜ。え？でも借金をしていたんでしょ？ああ、晩年の彼が借金を重ねて生活が苦しくなっていったのは事実だが、この原因の一つにはモーツァルトが、秘密結社フリーメイソンに、多額の資金をつぎ込んでいたためとする説があるんだ。フリーメイソンってあの陰謀論で登場する組織よね。そうだ、彼がフリーメイソンの会員だったのは有名な話で、フリーメイソンのための創作音楽など、組織のための音楽も多数作曲しているぞ。そこへの出費が、かさんでいたのではないかという説だな。へえ、知らなかったわ。それと彼女が葬式を欠席したことは、体調不良が原因だったと言われている。またモーツァルトが共同墓地に葬られたことや、墓所乗っ取りの件も、皇帝ヨーゼフ2世の葬儀合理化政策や宗教上の慣習など、当時の社会状況に照らし合わせてみれば、当然のことだったとも考えられているんだ。遺品を売却したことも、残された多額の負債を返すためには仕方なかったのかもしれないぜ。そうなの？私たちの感覚では冷たいなんて思っちゃうけど、当時の習慣からしてみると、普通のことだったのかもしれないのね。そういうことだ。それに、コンスタンツェがモーツァルトを愛していなかったとは、どうしても考えづらいんだよな。二人が夫婦だったのはたったの9年間だったが、その間に彼女は6回の出産を経験しているんだ。9年で6回？それはなんていうか、すごくお盛んね。もしも彼女が最悪な妻だったとしたら、さすがにこの妊娠回数はありえない気がするよな。しかもモーツァルトは演奏旅行などで家を空けるたびに、彼女にこっぱずかしいほどの愛の言葉を連ねた手紙を書いていたらしいぜ。そういえば彼女のために作った曲もたくさんあるし、愛されていたのは間違いなさそうね。そうだろ。彼女自身も再婚相手と共にモーツァルトの伝記を書いたり、亡くなる前年にモーツァルトの名を冠した。教育音楽団体モーツァルテウムの設立に協力したり、最後まで彼を忘れていなかったようだ。これも金や売名のためと言われたらそれまでだが、愛していたからだと思いたいわよね。そうだよな。彼女が悪妻としてこれだけ批判されてしまったのは、モーツァルトが早死にしてしまったことや遺体が見つからないことを嘆く人々が、その悔しさをぶつける相手を探したんじゃないかとも思えるぞ。いい妻ならもっと長生きしていたかも、とかな。彼女はモーツァルトにとって悪妻だったんじゃなくて、後世のモーツァルトファンにとって悪妻だったのかもしれないわね。最後に紹介するのはソフィア夫人だ。ロシアの文豪トルストイの妻だが、彼が死の間際に、頼むから決して妻を近づけないでくれ、というほどの悪妻だったそうだ。え？普通は最後には愛する人に寄り添ってもらいたいと思うはずなのに、なんでそんなに嫌って？恐れて？いたのかしら。彼女は非常に嫉妬深く、今でいう超メンヘラ女だったらしいぞ。そんな時代からメンヘラって存在していたのね。ソフィアはモスクワで家族と一緒に暮らしていた。彼女は幼少期から文学や歴史などの教育を受けていて、後に教師の資格も得ていたようだ。頭のいい人だったのね。
またトルストイはソフィアの兄の友人だったそうで、彼女とも幼い頃から知り合いだったらしい。そして作家として成功したトルストイは、久しぶりにモスクワに戻った時、美しく文学的な才能もある彼女を妻にしたいと思ったんだ。また彼女もそれを望み、二人は結ばれたぜ。お互いに文学を愛する者同士、昔からの知り合い、そして恋愛結婚、何の問題もないように思えるけど、表面上はそうかもしれない。しかしソフィアは、トルストイが過去に愛した女性に対する嫉妬が抑えられなかったんだ。彼女の残した日記には、私はいつか嫉妬のために自殺するような気がすると書かれており、見入られるようにナイフ銃を眺めた、一撃でおしまい、簡単だと綴られているぞ。うわぁ、これは重すぎるわ。地雷の匂いがプンプンするよな。また過去の女性が忘れられない様子の夫に対して、夫は、身と心を完全に私に委ねることができないのだ。私はすっかり彼に捧げているのに、と恨みの一文を残しているぜ。もうここまで来ると思いを通り越して怖いわね。ごめんさよならって書いたメールとか送ってきそうだわ。スクールデイズの世界か？トルストイもだんだんと彼女の闇に耐えきれなくなり、82歳という高齢にもかかわらず家を飛び出してしまったぞ。その年齢で家で？それだけ夫婦生活が苦痛だったのかもな。しかもこの家での最中に彼は肺炎になってしまい、家出から1週間後、旅の途中に下車した駅長官車にて亡くなってしまったんだ。じゃあ亡くなった原因は家出、っていうか奥さんに思えちゃうわね。そこまで追い詰めたのかと思うと、確かに悪妻って言われても仕方なさそうだわ。しかし彼女に関しても同情的な見方はあるぜ。トルストイの過去の女性について先ほども話したが、この女性は自分が雇っていた農夫の妻、アクシーニャだった。つまり不倫だったんだが、彼はこの女性に心底惚れていて、二人の間には子供までいたほどだぜ。トルストイの好感度が急落する情報ね。この許されざる恋が実るわけもなく、トルストイは苦しんでいた。ソフィアとの結婚ははっきり言って妥協であり、苦しい恋からの逃避だったと思われるぞ。二人の馴れ初めを聞いた時の、私のときめきを返してよ。そんなの彼女もかわいそうだわ。そうだよな。しかも彼女は最悪なことに、トルストイの日記を読んだらしく、そこにはアクシーニャとの関係なども赤裸々に書いてあった。それが彼女の激しい嫉妬に繋がっていくんだぜ。そうだったんだ。メンヘラだから被害妄想でってわけじゃなくて、はっきりした原因がある嫉妬だったのね。またトルストイは50歳を過ぎる頃から、自分の生きる意味をキリスト教の中に探し求めるようになった。そして汝の隣人を愛せというキリストの言葉に深く感銘を受けた。自分より隣人を愛せという聖書の教えに従って、自分の領地を農民たちに分け与え、作家としていた著作権を万人のために放棄することを決意したぞ。素晴らしいことに聞こえるけど、生活は大丈夫なのかしら？ソフィアもそれを心配した。彼の決断は、自分と子供たちのパンを奪うことに他ならないと、激しく反対したぜ。なんせ夫婦には13人の子供がいたからな。13人？じゃあ妥協なんて言われてるけど、奥さんのことも愛してなかったわけじゃないのかしら。それかただ単にめちゃくちゃエロかったのかもな。どんどんトルストイさんの好感度下げようとするのやめて。ともかく彼の考え自体は素晴らしいが、家族にとってはたまったものじゃない。著作権放棄の手続きをやり始めた夫にソフィアは苛立ち、精神状態は次第に不安定になっていった。夫の行動が心配で夜は眠れず、一晩中起きているという異常なノイローゼ状態になり、自殺を願望するようになったんだ。初めからメンタルを病んでいたわけじゃないのね。そういうことだ。そしてトルストイも自身の理想を理解しない妻に幻滅を感じて、ついに我慢できなくなり家出に繋がってしまったぜ。確かにトルストイも窮屈な思いをしたかもしれないけど、子供たちのためには彼女が言ってることも合ってると思うわ。また彼女は生涯献身的に夫の創作活動を助け、草稿の聖書までしていた。実はトルストイは36歳の時、右腕を骨折してからかなりの乱筆になり、しかも句読点も打たずに書き飛ばすので、ロシア人の専門家でも判読は容易なことではなかったらしい。この聖書作業のせいで、彼女は晩年には片目を失明していたとも言われているぞ。そんなになるまで、でも、それも重い女って言われちゃう理由なのかしら。まあいろいろと問題があったのは事実だが、彼女が夫を深く愛していたのは間違いないだろう。彼女は夫の死の9年後に病死したが、その直前娘たちに、私はあなた方の父親に対してとても罪を感じている。私が苦しめなかったら死ななかったかもしれない。とても後悔している。でも私は夫をずっと愛していたし、裏切ったことは一度もなかった、と言ったそうだ。自分の最後にそんなことを言うなんて、ずっと罪を感じていたのね。
なんだか、世界三大悪妻なんて呼ぶには正直かわいそうに感じるわ。そうだな。トルストイの行動も全てが悪いわけではないと思うが、結局二人の理想が異なったことが悲劇だったんだろう。きっとソフィアは、ただ家族で幸せに暮らしたかっただけなんだと思うぜ。そんな平凡な人生を望んだ女性にとって、トルストイは偉大すぎたのかもしれないわね。ということで今回は、世界三大悪妻と呼ばれる女性について話してきたが、どうだった？エピソードだけを見ると確かに全員悪妻っぽいんだけど、詳しく掘り下げていくとそうとも言い切れないって思ったわ。それに肝心の夫がどう思っていたのかが重要よね。そうだな。悪妻とは夫が結婚したことを後悔するような貧困の妻、もしくは、はためから見てあのような貧困の女性とは結婚したくないと思うような妻、と定義されるらしいが、今回紹介した女性の夫たちが後悔していたかはわからない。結局周りから見た印象で悪妻と呼ばれてしまうのかもな。夫婦の問題は夫婦にしかわからないものね。ああ、ところで、モーツァルトの何を聞いていたんだ？俺の尻を舐めろよ。それ絶対タイトルで選んだだろ。いやいや、すごく素敵な曲よ。6世のカノンだから、当時はモーツァルトも含めて最低6人の男性が、俺の尻を舐めろって合唱したんだと思うと感慨深いわ。楽しみ方がマニアックすぎる。だから陽気に楽しく行こう、俺の尻を舐めろ。はぁ？霊夢は品性に問題があるから、こんな貧困の女性とは結婚したくないと思うような悪妻になってしまう気がするぜ。さて、今回の動画はここまでだ。最後まで見てくれてありがとう。皆さんが知っている悪妻エピソードや、逆に悪妻かと思ったら良妻だったなんてエピソードがあったら、どしどしコメントしてください。そして動画に興味を持ってもらえたら、高評価とチャンネル登録もよろしくな。